よし、行きましょう。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 今村くんは恋をしたことがありますか？ありますよ、そりゃ。もうすごい、もう最初の恋は小学校。後で聞いてあげる。はい。はーい、OK です。じゃあ、どうしよう、どうしようか。あ、でも。うん、私が恋する女の子の気持ち教えてあげる。あー、くるわ。もうレコさんより全然可愛い。ごめんな。じゃあやろうか。いくよ。1,2,3,4。知ってもらうのが足りる。
ごめんね。よかった。じゃあ。すみません、練習してなかったです。今村のせい。おい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 。今村のせいだけじゃ。今村。今村のせいだ。マサユキより面白いぞ。じゃあ次の曲がですね、また恋の歌なんですけど、かわいいピンクちゃんにね、恋のね、おまじないの歌をね、歌ってもらおうよというね、でしょ。で、新入生言いますか。新入生の人、はい、手挙げて。新入生、彼女いる？ノコメント。じゃあいないと取ろう。いないと取って。失礼だな。失礼だな。まあいいじゃん。まあいないとずりじゃん。まあいないとして、まあ北海道の幼馴染、幼馴染できなかった結局。うん、失敗になった。やろうやろうやろう。まあね、まあいろいろ妄想するじゃん。妄想するじゃん。仕事、うん、童貞って。俺も童貞だから大丈夫、頑張ろう。だからね、そのね、純愛な心を持ったね、僕のための歌やろう。じゃあお待たせしました、やっとやりましょう、さくらんぼキス。1,2,3,4。かわいい。ちょっとだけ移動してもいいですか。大丈夫ですか、ここ。あ、すいません。じゃあちょっと離れよう。いいじゃないかよ。いいじゃないかよ。あんま近寄るなよ。今村が見なきゃいいじゃねえかよ。離れろ。お前見なきゃいい。一緒にやろう。俺もわかんないんだもんだって。じゃあ、アルティメットだ。あれ、入れてやるよ、アルティメットボタン。あいつ、アルティメットソース。ワン、ツー、スリー、フォー。これね、おかしいね、このドキドキ。
新入生にメッセージを送ろうと思います。次ね、もう僕は一応1年で軽音入ったんですけど、1年生でやっぱりね、今弾いたみたいにすごい全然できなくて下手くそで、もうすごいバカにされてたんですけど、まあとりあえず目標があるんですけど、とりあえずやめないっていうことです。友達とかもできるし、もういろんな人に慰めてもらえるから、とりあえず嬉しいじゃん。ギター上手くなるんじゃないの？ギター上手くなるのは二の次でいいよ。だからとりあえず、仲いい子作ろう。部活入って、そんでそしたらもうやめたくないなって気持ちになれるから、どんなに下手くそでも、どんなにバカにされても、いいよって気持ちになれると思うので、入ったらもう絶対にやめないって気持ちを持つことをまず目標にしましょう。かっこいいぞ、はい、かっこいいよ。まあ、好き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 。で、まあそんな新しい、新入生のための曲をちょっと探してきたので、まあ頑張ってやっていきましょう。大丈夫？ OK？そうっすよね、すいません。そうっすよね、確かに。やめましょう、行きましょう。これ多分完璧だと思う。ごめん、嘘。やろう。1、2、3、4。知らないことが多い方がいい。この瞬間に君の素敵な笑顔を見れたなら、懐かしいメロディー響き出すでしょ。この空の下で少しだけ切なく
ないで勇気出してできないで掴めない日でも諦めない、